はい、こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか？今、エスカレーターでね、歩くことが、禁止されていることが多いですよね。で、一人用のエスカレーターっていうかな、幅が狭いやつは一人用だったりとかするんで、歩くことが少ないかなとか思うんだけど、駅とかでね、あるじゃないですか。二人、並ぶことができるやつで。あれもね、エスカレーターの、と、か、えー、階段があるところの壁に、エスカレーター歩くのは、やめましょう、みたいな感じで書いてあるんだけど、歩いてる人いるよね。どうしても、ポスターが見えづらい場所にあるっていうのもあるし、そういう慣れっていうのもあるんで、歩くことはね。でも急いでるときは歩いちゃうかもしんないけど、でもさほど階段で歩くのとあんまり変わりはないんだよね。本当に。それで喧嘩になって、で、大ごとになって駅員さんを殴ったっていう風になっちゃったりとかするし、警察をね、呼ぶ羽目になってしまうっていうこともあるみたいなんだよね。本人っていうか、イチャモンつけた人にとってはこれくらいのことでって思うんだろうけど、ね、なんとも言えないよね。別に私の場合、エスカレーターとかね、そういうの、駅とかで行く場合は、別に急いではいないので、エスカレーターを歩くっていうことはないんだけど、急いでね、ガタガタガタってやることはないんだけど、ただ、荷物を横に置くのはやめてほしいなとか思っちゃうし、雨の時になんか、傘はね、本当に、腰のあたりに、行くじゃない？なるじゃない？なるじゃないっていうか、前の人が、持ち方で、きついなとか思ったりとかするんだよね。のぼりの時に、ちょっと濡れちゃったりとかね、そういうのがするから。迷惑ならないように私も雨の時の傘は気をつけているようにはしていますけど、無意識にね、ちょっと、歩き方はやめてほしいなとか思う時もあるけど、無意識にやってる場合もあるけどね、私も。迷惑になっているようなことが、もしかしたらあるかもしれない。でも今までは、暗黙の了解じゃないけど、大丈夫だったものが、今じゃもうダメだっていうのもあるしね。そうだね。今はもう本当に、何があるんだろう。昔は良かったけど、今はダメっていうやつ。密になることっていうのもそうだけど、そうだね。今、アルコールもさ、アルコールジェルみたいなやつで、2、3年前はあったのよ。確かに、あったんだけど、本当に端の方に追いやられていってて、見向きもしなかったもんね、みんな。だけど、このウイルスに、結構、日本だけじゃなく世界中に広まってさ、で、いろんな方が亡くなって、有名人も亡くなって、で、これはまずいっていうことで、慌ててこうね、
モール、ショッピングモールとかでもう入り口に隅の方に追いやられてやったやつが、なんだろう、真ん中にさ、堂々とあって、うん。っていうのもあったよな。すごいな。なんか話がそれちゃったね。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。